2024年5月21日太陽バースデーイベント。20名を超える太陽の指名客のご来店。シャンパンタワーも無事成功し、この月の売り上げは月間1000万円の大台を超え、太陽は1000万プレイヤーとして歌舞伎町にその名を刻んだ。で、実際達成した瞬間を龍星さん見たじゃないですか。どうでした？昔、彼が頑張ろうとして、焦げてしまった。それもしっかり収録していた、はい、当時経営者だった彼はコロナ禍に直面。会社を畳みホストへ転身し、再起を図ることを決意。しかし太陽は空き巣被害により1ヶ月で退店することとなる。紆余曲折を経て1年越しに復帰を祝し、店内を飾ったシャンパンタワー。しかしお客様からの入金がその後なされなかったのだ。当時このイベントの模様は放送中止ともなり、太陽のポスト復帰は最悪とも言えるスタートとなった。人生って必ずいい時もあれば悪い時もあって、はい、でその中でいい時をつかめるっていうのは努力しないとそもそもの無理で、でも努力してたところで必ずしもこれが維持できるかといったら、必ず人生ってのは自分の成長のためにも試練があって、はい、でもその試練を、ね、受け止めた人間だけがその次のステージに行けるわけで、大事なことは上がることも大事だけど、落ちた時に一番人間見せ場で、ここの収録をしっかりしていたからこそ今がより生きてくる、これを乗り越えたからこれがあるってことを言える、本当に人に伝える、それこそ教える教師役にもなれる。彼の実績というのはそこに説得力もあって、自身も結果も出したし、これからその次の、後継者を育てることができれば、結果会社経営もできるわけで、あ、なるほど、自分の未来の種まきもちゃんとできてる。太陽って与えるものじゃないですか、うんうんうん、なんかこう太陽さんって今、人にこう影響を与えたりなんかこうする側になって、すごいなんか輝いてんだなっていうのは今回のを見て思いました、すごい嬉しいですその言葉。いや、なんかそういう人になりたくて、はい、あの現地の太陽にしたんですよ。なんか大学の頃になんか結構自分が主催してなんかイベント開くこととか多かったんですけど、はい、なんか太陽みたいってやっぱ言われることが多くて。おお、それすごいですね。そう、ただやっぱりあのだからみんなを信用してみんな友達ってやっぱ思って生きてたんですけど、はい、なんかこう空き巣の一件があって、はい、こう信じる人って選ばなきゃいけないって思いましたし、あのそうじゃないと自分の周りの大事にしたい人も大事にできなくなっちゃうし、だからよりちゃんとなんだろう、輝いて照らしてあげるためにはあのいろんな経験とかあのでちゃんとそれを一個一個消化していかないとそうはなれないんだなって思いましたし、なんかちょっとでもそれに近づけてたな、なんか嬉しいです。いや、なんかまさに名は体を表すという言葉がハマったなって思いました、うん、あの先日もね、そのバースデー終わって田植え終わって、そのコンサートもあったんですね、僕が主催した、はい、で当然だからまあ全部主催する側ですよね、はいはい、なった時に、まあ、見た感じ見てくれは大成功みたいな部分ってあるんですけど、はい、自分からしたらもっとこれができたなとか、もっとこういう可能性があったこれって防げたなとかすごくたくさん出てくるんですよ。あの、ちなみにそのコンサートはお客様とか呼ぶんですか、はい、お客様は呼べない距離というか新潟県で行ったんで、結構まあ270キロの距離がある中っていうのと、あと地元の方に還元したいっていう気持ちがあったんで、55名ぐらいのキャパではあるんですけど、故郷に意識を飾るじゃないけど、こういうことやってるんだよっていうのをなんか、まあ、違う形で返す、なんかバースデーイベントで言ったら些細なことだけど、まあ、フードを用意することだったりとか、ウェルカムドリンクで自分が美味しいと思ってフードに合うって思ったものをチョイスして、まあ、何かちょっとでも還元する、ただ呼ぶだけじゃなくて何かしてあげたいっていう中であの開いたのが、まあ、話戻るとコンサートもそうなんで、なるとやっぱりあの歌舞伎町の、ね、人たちも当然聞いてもらいたいなと思うんですよ、自分のお客様にも。あのある程度の目標を達成してしまうとちょっと人って休みたがるじゃないですか、もったいない。太陽さんにはどんなことを期待したいんですか。もちろん本人のリズムがあるから、はい、そればっかりはあの本人が最後は決めればいいけども、はい、一応人生を先に歩んできて誰よりもうまくいかなくなった人たちを見てるからこそ言えるんだけども、はい、どうしてもホストって、まあ、例えば1000万にかかわらずある程度の数字を上げたら、はい、あ俺も頑張ったって言って、はい、大体のホストが翌月に休む誕生日付終わった後もそれがやっぱり僕は思うだと思うし、もっと言うと単なる
一瞬の人間になってしまうのが分かってるからこそ、はい、売った後に休みたがるホストたちが多い中でそれは意味がないってことを辛く言ってきて、はい、でもちゃんと対応はそうじゃない、もちろんそれは休日を取ったとしてもちゃんとご実家の話の延長であったりとか、はい、あと意味がある休みを取ってるからそれはもう全然 OK な中で、はい、でちょうど、3日ぐらい前かな、もう全部終わりました改めて頑張りますって言ってきた時に、はい、あさすがだなと思ったし、休みでは彼にこれからどうなってほしいかって意味では僕も、田植えに参加した理由は、はい、もちろん太陽が、1000万円を売った、はい、でその太陽のブランディングのために僕が何が協力できるか太陽を盛り上げていこうっていうのはもちろん、はい、もちろんあったけれども、はい、そこに日本という国のお米というそして第一次産業の中でも、はい、特にお米という大事なポイントの、はい、新潟県魚沼産という最高のブランドの、はい、しかもその中でもほんの数パーセントしかない、はい、完全無農薬、はい、でそれを作ってるところのご子息である以上、はい、僕はそれを守ってもらいたいと思うし、はい、でそれを実は本人にどうしたいの将来って話をしたら、実はこれを自分の中で守りたいと、農家だから分かる跡継ぎがいない理由もたくさんある中でそれを少しでも改善していきたいってことを話をしてきた時にすごく嬉しくて、僕も何がね東京でできるか分からないけどもずっと応援したいなと思ってるし、水の湧いてる大元まで見に行きましたもんね本当マイナスイオンすごかったしね、すごかったですよねあれは。太陽君、はい、この湧き水が田んぼに繋がってる、まさに透明な、今後ですねどうなっていきたいですか。ホストとして、売れたいですよね、自分が売れてるとは思ってないので、はい、多分1億売ってから売れてるだと思うんですよ、はい、ってなったら多分今自分ってスタートに立ったぐらいなのかなって思いますし、はい、うちのその前代表が3100万オーバーあれすごいですよね、しかもグループランキング1位、はいはい、いやあれめちゃくちゃすごいなって思ったし、はい、1000万でナンバーワン取ってたら、ね、燃え尽き症候群じゃないけど あったと思うんですよ、一つの区切りみたいな、そうそうそう、はいはい、でもなんかいい意味でやっぱりああいう風に見せてくれたおかげで、はいはい、ああやばいな全然これじゃまだ売れてないなってやっぱ思えたし、僅、はい、差ではなくすごい差でまくられる、なんかものすごい気持ちよかったですし頑張ろうと思いましたし、で去年もバースデーナンバー2だったん で去年より自分は売り上げ上げたのにちゃんとなんだろ うまく、ね、うん、上の人がこう背中を見せてくれる、うん、でしかも前代表も1億売ってるという年間ですよね、うん、ってなるとやっぱ次そこじゃないかな。太陽という人間がやりたいことを全部僕はやってほしい、これをやったからこれを諦めるではなくて全部やってもらいたい、ね、本当に求めるものが多いけども、ね、本当に夜しかできない、いやそうじゃない昼もできるよってことを、まあ、やってくれると思う期待も込めて、はい、太陽にはもっともっとその将来的にはビッグになってもらいたいし、はい、その過程にあるここにおいても彼が荒削りなところを僕は分かってるので、ついこの間も話をして、はい、太陽って太陽ここ足りないよって話をしたら本人もちゃんとそれを改善するし努力をする気持ちがあるので、あもうじゃあ安心だと、はい、やっぱりもう売っちゃうと大体そこにあぐらかいちゃって俺も大丈夫って人の話を聞かなくなる、でもちゃんと彼は人の話を聞く準備もあるし、はい、行動する状態もある、だからもう頭安心、でも巡り合わさってすごいですよね本当に、はい、なんか僕もだって流星社長と出会ってなかったら多分こんな真面目にホストやってなかったと思いますし、どんな縁もやっぱ巡り合わせもいつ起こるか分かんないし、ただやっぱそこに足を運んでる人が機会をつかめる、それはなんだお客様とかだけじゃなくてなんか全部そうなのかなって、お客様に対して自分もなんかそういう人間になれたらいいなって思いますね、だから真面目に生きようって思います。トップダンディ3では共に働く仲間を大募集、日本一の美容外科と日本一の美容師科による施術を無料で受けられるのは当店のみ、ぜひふるってご応募ください。